今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリアでございます。はい、今回は窓マギコラボアルファ、こちらの最終考察になります。はい、まあ、実際に、まあ、主要のクエストとかで使ってみて、ちょっと評価が変わったり、あ、こういうことあんねやなとか、ね、気づいた点とかありましたので、そういう情報を皆さんにお届けしたいと思います。ガチャの参考にしてね。全力ぶっちぎり。はい、まずは窓かアルファの方からいきたいと思います。はいはい、ストライクショットの詳細、16プラス8ターン、大号令、最初に触れた敵に追撃となります。この追撃は割合やで、で、2段階目が24ターン、自強化が 2.0 倍、多強化が 1.5 倍、だから自強化の方がちょっと強いんやね。で、割合が 2.5%×8、 まあ掛け合わせると 20% なんやけど、この確率で割合っていうのが 2.5 のところが 7.5 になったりとかするんで、割合に上振れっていうものが、ね、発生します。ただこれに関しては運ゲーになってくるんで、まあなんとも言えやんけど、例えばこのボス1とかで、開幕とかで打つと、このボス1のザク処理がマジしんどかった今まで。これが簡単にできるだけでも、マドカの存在っていうのはむちゃくちゃでかい。マジで、まあ、割合もあるので、まあ、しっかりね、ここのステージでは活躍してくれるかな。まあ、完全にこの空中庭園の8、ここの難易度を大幅に下げたキャラクターね。はい、じゃあいい点悪い点いきましょう。はい、まずいい点、こちらは殴り火力が非常に高い、攻撃力っていうところなんやけど、超バランス型の補正、超アンチダメージボール、非属性キラー、これ全部掛け合わせると 3.0 倍。まあ、さっきのクエストやったら超アンチダメージボールがまだないので、はいはい、さらにこうまだ余力残してますせみたいなね、感じになります。はい、そして2つ目がね、友情火力が非常に高い、まあ、ルミナスレイ、超絶分裂貫通衝撃波3、はい、これが超バランス型の補正と非属性キラーが適用されるんで、まあ強いと、そして3つ目がストライクショットが超優秀、はい、大号令と割合、まあ、保険まで入ってんのは偉いね。すごいね。そして4つ目、天魔8、空中庭園の最適性、とさらに適正クエストが増える可能性が高いかなと思っております。ここだけじゃないと。そやな、まあ理由としては、超アンチダメージボール残ってますやん。あ、そうか。そして状態異常回復も持ってるっていうところから、まだいけるよ。怖いね。っていうキャラクターよね。はい。はい、じゃあ悪い点いきましょう。はい。活躍する場が天魔の8、空中点。今は？そうやな。これ上級者は、もう本当に喉から手が出るぐらい欲しいキャラクターではある。天魔やってる人はね、その空中点を。そうやな。問題はそこまでいけるかどうかや。ただ、やっぱたどり着けへんっていう人もおるから、そういう人にとってみれば、現状使い道ないよね。そうね。いうところがある。宝の持ち腐れみたいな感じ？そうやな。どうしてもなっちゃうっていうところやね。だから、おそらく、まあ、S ランクつけていいキャラクターなんで、まあ、S ランクつける人が多いでしょう。だから、あ、強いんやと思って引いて、はいはい、頑張ってゲットしたけど、あれ？どこで使うのみたいな感じになっちゃいかねないかなというところは正直ある。はい、じゃあクエストの詳細いきましょう。はい、はい、天魔の8、空中庭園の使用感でございます。まあ、殴り火力はとにかくシャルルマーニュの4壁触れた火力を上回ってくるんで、まあ普通に強いよねと。シャルルマーニュがウォールブースト L、 これ4面触れて7万1000ぐらいなんですよね。はい、マドカアルファの場合は超バランス型の補正、非属性キラーで 2.31 倍なんで、で攻撃力がもともと高いところもあり、72,855、超えてくる。そう、4面触れずに、普通にもう最初からのパコーンの殴りでシャルルマーニュの4壁上回ってるっていうのはやばいというところでございます。はい、でストライクショットに関してなんだけど、まずランチャーパネルのキャラクターはランチャーパネルの方向になります。まあ、大号令よりランチャーパネルの方が優先されるっていうところやね。で
あと使用するタイミングはボス開幕。ほう、これ雑魚一掃後ボスに割合が入ります。2手目だとボスがね投下しちゃうので割合入んないんですよ。それ困るね。うん、だからここだけ注意してください。うん、だからもう抜け方とかもちょっと注意いるかもしれないね。うん、であと火力の出せる時と出せない時の幅が非常に高いです。うん、これねまずちょいちょいあります。あ、タイミングによっては殴り火力であんまり火力が出ないんですよ。っていうのも自身の殴りでこう弱点ドーンって殴りに行きたいとなった時に、はい、こうパカパカするやん、はいはい、縦がね、うん、縦がパカパカするんやけど、うん、他のキャラクターが殴る直前に外側ポンって殴って弱点の時にえっ、あ、なるほどね、締められてっていうことがね実はちょいちょい発生する。これ普通によくあります。うん、だからあれ割合とかしかほとんどダメージ入ってないっていう時も正直あんねん。うん、ここがちょっと、うん、気になったとこかなって、うん、思う。そしてこれ動画の方でも今流れてると思うんですけど、はい、失神ベータと相性がいいです。失神ベータ、うん、失神をつけたベータってこと？そう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 、もう失神 EL のがいいで、うん、で大号令でベータが動くわけですよ。バカ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 って殴るんで、はいはいはい、その間何回か殴ってるうちに失神ってパーセンテージで適用されるんで、へ、うん、だから殴る回数が高ければ高いほど、うん、数が多ければ多いほど抽選で失神を引く可能性が高くなる。あ、そういう風なんや。そうそうそう、だからこの大号令を持っているっていう時点で、うん、あの削りきれんかった時に、はいはいはい、あん時に失神があるだけで保険になるんですよ。 あともう一つは、まだか SS 打ちました、はい、打っちゃったらどうしようかな。ベータのストライクショットで短縮すればいいだけ。お、うん、なるほど。そうするとまた窓か打てるんです。お、うん、だから基本的には窓か3、ベータ1、このベータは失神、うん、これが、うん、マジでおすすめ。そうすると結構ね雑弾きでもいけちゃったりとかする。お、うん、あ、じゃあまとめいきましょう、はい、現状で大きく活躍するのは天魔の8空中庭園になります、うん、で空中庭園の中でもトップクラスの難易度を大幅に下げたキャラクターになるかな、うん、殴り火力、友情火力と非常に高く、ストライクショットも大号令と割合で超ハイスペックなキャラクター、うん、対応アビリティにまだ余裕があり、今後に適正クエストが増える可能性は非常に高いかなと思っております、うん、まだまだなんか来そうやな。そうやな、あ、うん、まだ余力残してるから、うん、こんだけ活躍してんの。はい、じゃあ最終評価の方行きましょう、はい、やっぱりね使ってみてこうなりました、総合評価 A から S に上げました、うん、アビリティに関しても S、ストライクショットもやっぱ S かな、うん、っていうところでやっぱり評価 S。 なるほど。はいはい、お次のキャラクターはホムラアルファ。はいはい、じゃあストライクショットの詳細いきましょう、はい、14プラス8ターン自強化、周囲の敵を遅延となります、うん、で2段階目が22ターン自強化が 1.8 倍で範囲遅延、これが1ターンから3ターンランダムです。おで遅延対象数っていうのはヒット数に依存します。ヒット数、そう、40ヒットで1体こうだから80ヒットで2体とか、じゃあ1体ずつ増えていくっていう感じかな。でこれがね停止後までのヒット数、つまりアタッチボムのヒット数は含まれません。あら、うん、なんでそこだけちょっと注意してほしいかなと思うんだけど、うん、まあこれもちょっとランダム性があったりとか、うん、条件があったりとかで、うん、どうなのかなっていうところはあるんやけど、うん、ボス単体になってくるとまあそんなに関係ないかなっていう感じ、うんうん、あとはお願い3ターンぐらいの感じかな、うん、そうだなそうそうそうっていう感じかな、うん、ストライクショットに関しては、うん、はい、じゃあホムラちゃんのいい点悪い点いきましょう、はい、まずいい点、キラー対象に効果力が出せます、うん、これは超アンチダメージウォール超マインスイーパー M、 ここで 2.6 倍なんやけど、うん、神王封じ L がこれかかってくると 6.5 倍に跳ね上がります。やばいやつ、めっちゃやばいです。二つ目がドレインで HP の管理ができるっていうところ、うん、ダッシュも持つんで一応キラー対象やったらある程度回復も期待できるかなと思います、うん、そして友情で味方のストライクショットを短縮、はい、ラン SS 短縮だ、うん、これやっぱ優秀やね、うん、そしてストライクショットに遅延を持つっていうところで、まあ高難易度とかでやばいっていうピンチの状態をこう助けてくれるキャラクターになりそう。おー、じゃあ悪い点いきましょう、はい、現状大きく活躍するクエストが、まあ、微妙。そうやな、うん、別にホムラちゃんじゃなくてもいいよねっていうクエストが多いよね。そうね、例えば蓬莱とかね、はあ、別に蓬莱
他のキャラクターでいいやつ、ね、なっちゃうよね。2つ目がストライクショット、はい、これね、まず1つ目が条件があるっていうところかな。ほう、遅延対象数にヒット数が関係する、うん、つまりこれ編成に影響してくるかなと思います。そうだね、うん、ボス単体に遅延を入れるんであればまあ問題はないんやけど、複数のキャラクターに対して遅延入れたいよねってなってくると、うん、まあ、ヒット数稼げる友情コンボを持ったキャラクターが必要になってくるかなっていうところが問題、うん、で2つ目が遅延がランダム、うん、1ターンと3ターンの差でかすぎるやろ、うんうん、っていうとこやね。でかいね。これ即死やったらなおさらやね、うん、あれまだ殴れたのにっていうところがあるか、だいぶ変わってるね、だいぶ変わる。ここはだいぶ大きいと思います。はい、じゃあホムラちゃんの、まあ、正直使えるクエストで喋ることがないんやけど、ない可能性っていうところでちょっと触れていきたいところがあるので説明したいと思います。はい、あのね、信用封じ L と太陽ギミック見てみると、うん、これユグドラシルと相性がいいんですよね。で超絶貫通フォーミング18、これがストライクホムラちゃんのストライクショットとまあやっぱ相性いいというところになってきます。で覇者の塔のセカンドシーズンに適性をもらう可能性あるんじゃないかなと思っております。あー、なるほど。ちなみに覇者の塔のファーストシーズン、うん、敵神信用封じ持ってるでしょ、うんうん、信用封じ L がぶっ刺さる可能性があるんやね。あー、なるほどね、うん、で、おそらく周年イベントこれ10月に、うん、まあセカンドシーズンが発表されるんじゃないかなと思います、うん、で、セカンドシーズンのボスがはい、ここ出生の大和神話だった場合、雨のさぎり、水属性のこれがですね、神なんですよ。だからキラー対象になるんで、ひょっとしたらここがセカンドシーズンに来るとホムラちゃんはバチクソ活躍する可能性出てくる。ああ、なるほどね、うん、まあこれは分かる、ただの予想やから、うん、うん、あの分からんけど、刺さったらやばいよね。あとはあれやね、未開の後釜っていうかさ、になるやつよね。ああ、何が来るか分かんないけど、うん、まあどちらにせよ、どちらかというと高難易度向けのキャラクターではあるので、うんうん、まあ可能性としてはいろいろあるよね、うん。はい、じゃあまとめです。はい、現状では活躍するクエストが微妙、うん、テーマに試練でも使えるんですが、編成優先度はまあ高くはない、うん、ひよこになるからじゃあ撃ちたいところでひよこビーム飛んでくるんやん。困る。ライセンス短縮弾でサポート、ストライクショットでの遅延で高難易度向けの性能でもあります、うん、スペック的にキラー対象が出てこないと活躍はねちょっと難しいんですよ、うんうん、やけどキラー対象が出てくると間違いなく活躍します、うん、可能性としてはやっぱり覇者のとセカンドシーズンがあるかなと、うん、思います。なるほど。ということで最終評価ですけど、はい、まあ、現状ではこんな感じかな、変わらずやね。まあそうなっちゃうね、うん、だって分からんもん、うんうん、だから後々こう評価は変わってくる可能性は全然あるかなと思います、うん、はい、最後のキャラクターになります、はい、強子アルファ、はい、はい、ストライクショットの詳細、うん、16プラス4ターン、自強化アイテム1段階成長、吸収、触れた味方のスピードを一定期間アップとなります、うん、まあ、2段階目20ターンで自強化が 1.75 倍、速度バフが3回行動となります、はあ、ごめんなさい言い忘れてましたね、このストライクショットの情報ポテトさんでございます。あ、いつもお世話になっておりますいつもいつもねそうだから大丈夫やと思いますそうそうだからこれね、まあまあまあやばいね、やばいやつやばいね。だってさ、加速友情持っててさらに加速のバフ持ってて、うん、もう本当にスピードの暴力よ、うん、フルボッコ、うん、もう関係ないもん、適当に弾いてもちょっといけちゃうんだよね。いいではないか。これはねだいぶやばい。おお、はい、じゃあいい点悪い点いきましょう。はい、いい点はレーザーバリアをまとう敵に対して効果力が出せます、うん、超マインスイーパー M レーザーバリアキラー EL 6.0倍、うん、これ優位属性以外でも活躍する可能性はあるよね。おお、だって関係ないから、超バランス型の補正とか属性キラーとかじゃないので、あ、うん、要は多属性でも火力出せちゃう、ね、おー、うん、レーザーバリアさえまとってくれればね、うんうんうん、そして2つ目、友情が優秀、うん、これが超絶貫通フォーミング18、これレーザーバリアキラー EL 適用されるんで火力も結構出せます、うん、プラス防スピアップで加速補助、うん、まあむちゃくちゃね、すごいな、うん、そして3つ目、天魔4試練の間で最適性、うん、これマジでやばいです。大
早く使ってみたい。まだ使ってないから私。ここについてはちょっと後で触ります。はい。4つ目、ストライクショットが優秀、うん、加速の暴力やね、うん、で、ヒーリングウォールのクエストとかは、うん、複数回触れる必要があるんだよね。そうや、相性がいい、うん、やっぱり天馬4やね、うん、うん、とんでもない感じになっております。うん、じゃあ悪い点いきましょう。はい。1つ目、敵がレーザーバリアをまとっていないと火力不足になっちゃいます。あらら。まあ現状では天馬4試練の魔の専用機みたいな感じになるから、うん、他のクエストもアビリティとしてはいけるけど、活躍できるのかって言ったらうんっていうところもある、うんうん、まあサポートとしては絶対使えるんやけど、うんうん、アタッカーとしてはちょっとっていう感じはあるかな、うん、そして2つ目がここ結構でかい、アンチブロックとアンチ減速壁、うん、ゲージセットなんやな、はいはいはい、うん、ブロック利用したいときに減速壁展開されてるクエストやと止まっちゃうって止まんねあそこ、ここがね結構ストレス。そうやな、うん、あ、じゃあクエストの詳細いきましょう。はい。天馬4試練の間について、まず1つ目、うん、レーザーバリアキラーイエルのおかげでヒーリングウォールを展開するビシュヌ、これ倒す心配マジでない。おお、ありがたい。じゃあ本当にすごい。やつは平気で、もうちょっとやっちゃうかなと思ったんやけど、うん、あいつさ頑張らへんやん。頑張らん、本当に頑張らんもうちょっと頑張れよっていつも思う多分な、見てくれてる人そんなことないよ。いやいや、弱いってあの人結構あんたらボコボコ殴っとらないでって思っとるかもしれない。あ、でもオニャンコポンとか、はい、あの辺積むと、まあ、簡単にぶっ潰しちゃうやん。ガンガンやっちゃうからね。うん、まあパネルの影響もあるんやけどね、うん、やけどこれはねマジでやっぱ、あ、こんなに潰れへんねやろ。うん、そして2つ目、はい、加速の暴力である程度適当に弾いてもなんとかなるケースが多い。おー、それはそうやんな。本来わあこんな失敗したわーでビュンビュンって走ってパコーン、うんうん、いうのもあるし、わあ片方残ってもうたー、コーン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 みたいな、ね、何やってるかよく分からんけど行ったり来たりして最終的にぶっ倒す、はいはいはい、こういうのも全然ある。うん、そして3つ目、紋章なし、線形解放なし、身なし、結構楽に攻略できてしまう。すごいね。これ実際やりました。おやりました。いけた全然余裕。さっきの映像、はいはいはい、SS の映像ね、はい、あれ身ついてないからね俺のやつ線形解放もしてないから。すごいね。うん、これどうなんかなと思ってやってみたら全然余裕だったから。京子ちゃん強。いやマジで4ほんま苦手っていう人は、うん、マジ京子ちゃん積めば大丈夫って。おー、積めば積むほどいいやつ。あ、4体積んだ方が楽やね。うん、間違いなくこうなんつうの、投下してない状態だから、うん、もう全然大丈夫。うん、うん、じゃあまとめです。はい。適正キャラが少なく試練の魔の鬼門でもある天魔の4、難易度を崩壊レベルまで下げたキャラクターかなと思います。うん、レーザーバリアキラー EL でレーザーバリアをまとっている敵に対して効果力が出せる、うん、属性倍率が高くないコラボ超究極などのクエストではもともとサポート面が優秀なキャラクターなんで有利属性のクエストじゃなくても、まあ、活躍できる点っていうのは大きな特徴かなと思います。うん、結局ね加速枠としてまだ活躍の場広がる可能性あるんじゃないかなと思っております。加速は息長いもんね。長いね。サポートできるキャラクターっていうのは息長い。うん、うん、特にコラボのキャラクターね。うん、あ、じゃあ最終評価いきましょう。はい。まあ、変わらず、おー、うん、やっぱりすごいね。うん、うん、他のクエストとか例えば2体目とか所持した場合、はい、将兵名即必殺もありやと思う。ああ、なるほどね。要はもうサポート向けで1体持っておくっていうのも一つやと思うよ。うん、それこそ本当にさっき言ったコラボの超究極とかって、うんうん、加速欲しいよねとか、うん、レーザーバリア敵がまとってるってなった時には、うん、やっぱ将兵名ついてた方がいいから、うんうん、ひょっとしたらちょっと優先的に作っといてもいいんじゃないかなと思います。そうね。はい、じゃあ総まとめいきましょう。はい。マドマギコラボアルファは天馬の古城を中心に活躍しているんですが、はい、まあ、さらに活躍の場を広げる可能性っていうのは十分にあります。うん、まあ当たりキャラクターを言うとマドカアルファ、強化アルファ、ホムラアルファの順になるかな。うん、ただでもこれ現状なんで、はい、またまたこれ変わってくる可能性は十分にあります。うん、じゃあ追うべきかっていうとこやね。はい。マドカアルファはまだまだ余力を残している状態に見えるため
確保したい。で強化アルファはサポートスペックが高く、ホムラアルファも接待の可能性があります、うん、つまりガチャの優先度は俺は高いと思ってる。お、うん、ちょっと優先的に引いちゃっていいんじゃないかなと思います。でも怖いな、怖いな。ピックアップがないんでね。そう、そこすごい言うよね、うん、やっぱり気にしてる人は。そう、ただ例えば天魔の8、はい、シャルルマーニュを取りに行こうと思うとピックアップじゃない時って 0.4 やね、うん、1.2 やろ、うん、どっちかけるっつったらこっちやと思うよ。まあね、うん、ただ確率の、そう、確率のあれなんでね、はい、なんとも言えませんけど、はい、まあそれでいつもやられてる俺なんであんまり強くは言いませんけど。そうなんやな、うん、そうやって言えばある程度こう自分が欲しいか欲しくないかっていうところで、まあ、判断してもらうのが一番かなと思います。はい、ただね、注意点がございました。お、連続コラボの可能性がゼロではない。お、うん、まあ、ガチャの終了期間というのが8月31日土曜日23時59分までとなっております。夜中なんやな。そう、うん、ただこれが来ると、うん、推しの子モンスト夏休み、まだまぎ夏アルファでコラボ4連続になるから、それはさすがにしてこーんと思いたいけど、うん、で多分ない。ほう、うん、まあ、これは周年とか、まあ、その辺とかの関係もあるけど、これに関してはおまけの方で喋りたいと思います。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、あと皆さんのコメントお待ちしております。どうします、追います、追いません、はい、よかったらコメント欄の方に書いておいてください。お願いします。それ見てね、参考にして、あ、自分もとか、あ、じゃあ自分もちょっとやめとこうかなとかいう意見とかもあるのでね、うん、よかったら、書き込みの方よろしくお願いします。お待ちしてます。以上、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見よ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おまけです。はい、去年10月10日、基本的に周年っていうのは、うん、モンスターストライクスタートしたのが10月10日なんですよ。はい、で去年のイベント9月の30日土曜日、10月の1日日曜日で10周年のイベントが開催されました。ほうほう。でどういう風やったかというと、はい、9月の30日に東京リベンジャーズのコラボが発表された。で10月1日の日曜日0時からスタートして、そうやったな、うん、でそのまま、はいはい、10月1日の日曜日のイベントもスタートしたみたいなね、うんうん、なんやけど、うん、まあ、カレンダー的にうまくいってるよねっていうか、まあ、そういう感じなんで、あ、どう日でとか、うん、最初にこうやるっていうのは、うん、あの、まあ、月始めにやるっていうのはちょっとクエスチョンかな。ほう、うん、例えば、30、31みたいな同じ日では絶対やりやんやんか、うん、平日になるから、うんうん、だから今年はカレンダー的にずれるんで、うん、まあ1週目にやるか2週目にやるのかっていうところになるんじゃないかな。ほう、うん、って考えると2週目で周年イベントやって発表して15日ぐらいからスタートするのが一番理想なんで、うん、それ考えるとやっぱ前半は普通、うん、で後半でコラボが来るんじゃないかなとか、あと鳥獣劇場とかの新キャラクター実装とか、はい、属性ガチャの新限定キャラクター実装とかが来月あって、はいはい、コラボは頭はないんじゃないかな、後半のような気する。で周年イベントが、まあ、中旬ちょっと前ぐらい前半にやって、うん、で15、6ぐらいからコラボスタートっていう流れが一番こうしっくりくるかなと。ほう、うん、ごめん、ただの予想やで、うん、全然あの信じて違うかったやんけっつって怒られても俺困るけどまあちょっとね、そういう傾向があるんじゃないかなっていうのがね、俺の予想です。まあこれについても皆さん意見あると思うので、ぜひ聞いてみたい、うん、そうだね、はい、よろしくお願いします。こちらもお待ちしてます。